中京競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはグラスランサ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してグラスランサ花に立ちます。その後ろからはホノアードピレネー、この馬も上がっていく構えです。さらにはグリークレディ、連勝中のリターンテスコ、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。一番人気のスムースリーセス後方につけています。トールパーシュ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から、先手を取ったのはグラスランサ、その隣にフォノアードピレネー、マリンウォーク、それに続いています。その後ろからはグリークレディ、ロイヤルシルエット、すぐ後ろリターンテスコ、それに続きます。緑の帽子メジロピクニック、その後ろ。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。ここでフォノアードピレネー先頭に変わりました。オートリーブレース、ほとんど差がありません。グラスランサ3番手、スムースリーセス、いい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はオートリーブレース、4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はオートリーグレース、オートリーグレース先頭、引き離しにかかる。2番手はメジロピクニック、あと 200m、 オートリーグレース先頭だ。オートリーグレース粘る、一気にメジロピクニック、スムースリーセス、スムースリーセス1着、2着は微妙です。スムースリーセス見事1番人気に応えました。中山競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。オートリースパークル前に行きそうです。ジャングルランサム、それに続いています。さらにはビルブラッド、4番ノーブルヨーク、その後ろ。後方に控えたのがソウルサスピション。もう一度先頭から当選ステップ、先手を取りました。緑の帽子マーブルファントム、その後ろ。すぐ後ろにオートリースパークル、アグネスミステリー、そのうちに続いています。赤の帽子ジャングルランサム、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のパッションヒット、現在馬群の中ほどにつけています。フレンチカット、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。当選ステップ、先手を取りました。すぐ後ろにビルブラッド、これに続いてマーブルファントム、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのは当選ステップ。さあ先頭は依然として10番当選ステップ、ミルブラッド、ほとんど差がありません。マーブルファントム3番手、パッションヒット、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は当選ステップ、さあ直線に入りました。これからの勝負、当選ステップ先頭、残り 200m、 当選ステップ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。パッションヒットかわす。2番手はフレンチカット、パッションヒット今ゴールイン、段違いの強さです。パッションヒット1着、2着はフレンチカット、1番人気に応えました。パッションヒット見事です。京都競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。ランシュタイン前に行きそうです。キングターフ、それに続いています。さらにはアドマイアステディ、10番エリモプリンス、その後ろ。では前の方から見てみましょう。アドマイアステディ先手を取りました。その外にランシュタイン、緑の帽子リードジャスミン、その後ろ。内からはバレス成功、その外からバラードマーシャル、すぐ後ろにキングターフ。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。一番人気のクールハント、現在最高峰です。アドマイアステディ、前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはランシュタイン、その後ろからはアドマイアステディ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはランシュタイン、アドマイアステディ、すぐ後ろ。そして大きく離れてアレス成功、この位置です。その外からサンライトヒーロー、その後ろにホワイトキング、その後ろからはキングターフ。京都競馬場3コーナー、坂を上り、そして下っていきます。
さあ先頭はアドマイアステディ、ランシュタイン、ほとんど差がありません。アレス成功、3番手クールハント、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アドマイアステディ先頭、差はほとんどありません。2番手はランシュタイン、あと 200m。 アドマイアステディ先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。クールハント差し切った。先頭はクールハント、1着でゴール。クールハント1着、2着にはどうやらサンライトヒーロー。クールハント見事な勝利です。